やはりここから徒歩でございます。おはようございます。もう霧がすごいんだけど、霧が 1.6 キロ、30分かからんでしょう多分。 1.6 キロならこの辺も全部切られるのかな、テープ巻いてある木は。とりあえず熊だけは遭遇しないようにしないとね。熊だけは。ここさ、向こうの道は行けるんだよ、車で。ここからこう来れば行けるんだろうけど。ちょっとうるさい、鈴を。民家じゃ情けなんだけどね。民家じゃ。ただいまの気温4度でございます。まあそれなりに寒くない格好はしてきたけど、ジャンバーまだ前止めてないからね。寒くなったら途中で前閉めますけど、じゃあ頑張っていきましょうか。霧がすごいよ、霧が。いやでも4週間前にさ、YouTube に上げた人、いつの撮影なのかな？そうじゃなければさっきのあの、ワープルートを使って、無理やり行ったのかな？ゲートの脇に多分車止まってたような気がしたんだよね。4週間前に上げた人。過去の録画、今上げたのかもしれんけど。不明でございます。やっぱ寒いな。やっぱ車の中に出てたから、手元の温度計は14度を指してますけどね。まだほんと熊だけはやだからな、警戒していきましょう。というかなんか今日は鈴の音が静かだな。なんだろう、いつももうもっとチャラ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 なるのにな。1.6 キロ、時速3キロで30分ぐらいか。まあここは下りだから行きは20分ちょいで行くかな。帰りは30分かかるかもしれんけど、まあバイクで来てた人もいたけど、バイクの人はあの通行止めの脇をすり抜けてたからね。すり抜けてたからね。寒いな。前止めようかな。イエーイ。イエーイ。ちょっとまだ全然見えないね、下は。まあバイク自転車だったら通れるね、全然。イカサマで来る人はね、イカサマルートで来る人はこうやってところどころアスファルトえぐれてるから、車高の低い車じゃなければ大丈夫かと思われます。電線があるけど何の電気なんだろう。最近歩ってばっかだねと思ってる人いるのかな。いや、いつもですって。いや、いつもですって、今まではそんな YouTube にさ、こうやって移動の撮影はしなかったからね。そんなにも。で
もいつもこんな感じでございますよ、今いるとやだな。コーナーの手前で全然前が見えねえわ。多めに鳴らしとこうか、鈴を。いやーちょっと寒いな。いやー天気のいい時に来たかったなこんなもやもやでございます。もやもやが、あ、靴の紐がほどけた。やばい、ちょっと結んでいい結んでいい。監視しててください。逃げてください。マジで嫌だよな、クマさん。しかもこんだけ霧が出てるとよく見えない。あ、ジャンバ閉めればよかった前。ついでに、まあいっか。結構えぐれてるね。あ、もうボロボロだね、アスファルト。別に通行止めにしなくて、でもそっか、どうせここ降りてゲート行ったら通行止めだもんね。倒木。うわ、ここはひどいな。ここはひどいな。先が見えないところはもうあらかじめ鳴らしとくよ。ガシガシ鳴らしてやる。あ、なんか道が開いて、道がひどくなってきたぞ。これはきついね。お、小屋があるよ、小屋が。廃墟発見廃墟発見。何なんだろう、民家かな。すげえ気になるんだけど、すげえ気になるんだけど、本当クマだけは許してね。この辺はどうなんだろう。こっちじゃなかった。こっちだ。あれ？どこでやったっけ？あ、こっちか。よいしょ。
どうにか3本、どこも 4G ありますね。ピンと、ピンと。すごいな。ここもなんかあったのかな。本当にだん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 道が悪くなってきた。ここ多分20センチぐらい輪立ちでえぐれてるよ。わかんねえな、やっぱ。わからんね。すごいね、竹が。竹がすごいでございます。チリンチリンチリン。チリンチリンチリン。うわ。雨水が流れて超えぐれてる。石で3、40センチえぐれてるね、ここは。あ、でも竹がいい感じだね。あ、そうだったな。ほとんど残ってない。熊さんだけはいないやな。チリンチリンチリン。チリンチリンチリン。シダもいい感じ。コケもいい感じ。半分ぐらい来たかな、これで。半分ぐらい来たかな。 1.6 キロダッシュすりゃすぐだろうけどな。もうヘアピンカーブの前に鳴らしとかないとな。曲がってすぐいたとかやって鉢合わせしたら超やばいからね。鉢合わせした時に取るクマの行動、びっくりした時に取る行動は襲うか逃げるかだけど、もう襲われたくないもんね。鉢合わせはしないようにしないとね。もうすごいな、この竹やぶ。超濃いよな。奥全然見えないもん。温度計どうだろう。あ、とりあえず 5.2 度まで。5.2 度。湿度 86%。やばいな、湿度。いや、俺の車じゃ無理だな、これ、ここは。所詮無理でございました。この方の車だったらいけるかもしれんけど。ジリンジリンジリン。もし熊がいたらどうしますか。走って逃げてはダメでございます。まあ、まずね、クマの方がこっちに気づいたか気づいてないかでだいぶ違うけど、気づかれてないんだったらもうそのまま
あの正面を向いたままバックして後ずさる、うん、後ずさるってバックだから後ずさる、そうそうそう、背中を向けずにバックして後ずさる、うん、もし相手に気づかれたら、気づかれてたら、うん、とりあえず止まる、とりあえず止まってクマの行動をよく見て、クマが攻撃態勢じゃなければゆっくり後ずさる、うん、まあ、背中を見せたらアウトでございます。攻撃態勢だったらもう戦うしかないよね重傷覚悟で、重傷覚悟で戦うしかないよね。クマとか犬とかそうなんだけど、一応鼻が弱点だから、鼻をめがけてなんか木で殴る、うん、まあそのぐらいしかないよね、うん、もうクマが攻撃態勢になってたらもう一か八かだよ一か八かだよ、どうせ何もしなくてもやられるんだったら、うん、1% の可能性にかけよう。まあ 1% あるかどうか知らんけど、知らんけど、ただ何もせずにやられるよりはいいでしょう。土砂崩れの跡か、何のパーツだろう。なんか車のフェンダーっぽいね隠す子があるよ、隠す子が。ここでクマと会ったら隠す子が武器にできる。とりあえずここまで戻ってくれば隠す子が、隠す子をゲットできるか。なんか工事やってんだね。ラジオかけるのがいいのかな、ラジオ。歌を歌っていくっていうのもいいかもしれないけどね。もう18分も経ってんの、あるって。よいしょ、チャラン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 と人だと離れてるからね、どんどん。どこで遭遇してもおかしくないからな。ふぅ、お、すげえ、地層。地層すごいな。どこがわかりやすいかな。この辺？キリンキリンキリン。キリンキリンキリン。いや、どん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 隠す子から離れてくるな。クマ時速60キロで走るからな。この辺でさ、まあ、100メーター先でクマを見つけたとしても、俺が隠す子行くまでには追いつかれちゃうしな。何なの？
クマじゃないからいいや。キリンキリン、キリンキリン、キリンキリン。え？なんかでかい足音しなかった。気のせい？ちょっとダメだ。Bluetooth をさ、耳に刺しながら来てたけど、音をちゃんと聞かないと。カーブミラーないんだ。撤去されたのかな、崩されたのかな、土砂崩れで。カーブミラーがありません。お、下なんか開けてきたよ、開けてきたよ。あと 3,4 回行ってきて到着するかな。キリンキリン、お前が全然見えないもん。ふぅ、もしクマと遭遇して、まあ木はたくさん落ちてるから武器にはなるけど、ダメージどのくらい当てられるかわからんけどね。これ車が通って踏んづけたのかな。遭遇しないのが一番だから、クマにこっちの存在をアピールするのが一番。まあ人間を食べたことのあるクマだったらダメだけど、あ、見えた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 、一瞬。ほらほらほら、ということはもう少しだな。カーブミラーがないよ、カーブミラーがないよ。やったー、もう少しだ。でも気を抜かずに行きましょう、行きはまだこうやって動画撮ってるからさ、もしクマと遭遇して襲われても証拠残るけど、帰りは録画もしないで帰るから、いやいやだね。上の、なんでこんなとこに車が何日も放置されてるんだって気づいてもらえるだろうけど。キリンキリンキリン、キリンキリンキリン、ゼロ様のお通りだ。よし、これで大丈夫だろう。もう30分もかからずに到着できるっていいね。いいね。遭遇しなかったし、今のところすごキリンキリン、本当に前が全然見えない。あそこ右カーブになってるんだけど、カーブの先全然見えない。なこの鈴がさ、どのくらい離れてると聞こえるんだろうっていう不思議な感覚あるよね。
200メートル先のクマに聞こえてるのかな。さすがに100メートルじゃ怖いよね。お、すげえ。鶴が。すごい形で絡まってますぜ。キリンキリンキリン。見てる人うるせえ、うるせえと思いながら。なんかパキってなったけどな。わあ、来たー。来ました来ました、到着。到着。ここにもフェンダーがある。フェンダーフェンダーフェンダーかい。いやー、ネット上でよく見る風景でございます。だってよいしょ。ふう、全然見えないやん。この先8キロの区間全然見えません。通行不能だからね。不能。向こうだよね。向こう行くと降りる場所があるんだよね。多分。あれ？違ったっけ？あれ？え？反対だっけ？わからん。わからん。こっち行ってみよう、少し。なんか違うっぽくね？違うっぽくな。すげえ、すげえ。向こう側か。ふう。ここ国道だったっていうのはすごいよな。よいしょ。うん。貸し切りでございまーす。貸し切りでございまーす。え？こっちなの？よいしょ。
頭の中で描いてた地図と違うような気がするけどな。橋はそこに見えてんのにな。なんかこっちじゃない。やっぱ俺のイメージだと後ろなんだよな。さっきの方なんだけど。さっきの方なんだけど。もうだいぶあれ、行かないとダメなのかな。やっぱこっちじゃないよね。違うよね。違うよね。うん、やっぱ違う毛だよね。すげえ、この石垣が。石垣がすごい。橋があって向こう側から降りてく道があったはずなんだよね。どんな感じで30分超えちまったじゃんけ。解体か、これも。解体。だよね、向こうだよね。でもそんな向こう行かなくちゃダメなのか。なんか頭の中のイメージだと少し行ったら折り口があったような、ようなイメージだったのにな。しばらく行ってみますか、こっちに。こっちさ、今日はさ、録画してるからさ、こうやってうろうろしてるわかるけどさ、いつもは録画せずにこうやってうろうろしてるからね、あっちでもね、こっちでもね、って言いながら、どこだ、どこだ、ってんで。どこなんだろうな。こうやって行くとね、こういうとこにね、歩く道があるんだけど、さすがにここは違うもんな。そこだったりして。そこだったりして。こんな離れるの？全然違うんだけど、思ってたイメージと。まあいいや、ちょっと、これで見つかんなかったらもう一回ちょっとネットでググってみようか。
ダメだ、道が見つかりません。え、もしかして八百津のゲートのところをまっすぐ行けんのかな。そういうこと。まあ、いや、こっちじゃ。後で。え、そういうこと。まあ、この先はこの先でね、なんか廃集落跡があるみたいだから、ちょっと気になるから後で行ってみようかな。まあ、どのくらいの距離があるかわからんけど、ふぅ、野生動物だけは出てこないでください。なんか調べたときにさ、こんな離れてなかったような気がするもんな。どこなんだろう、降りる場所。マジでわからん。マジでわからん。一旦ここで切って調べようか。多分電波はあるはず。看板落っこってるじゃん。全然わかんねえわ。全然わかんないわ。すぐ見つかると思ったのにな。お、びっくりした。帽子があったわ。ということで、ちょっと電波あるかわかんないんだけど、電波だけ見ようか。よいしょ。あ、電波ないわ。電波ないわ。調べられんやん。じゃあ、まあ、うろうろしよう。じゃあ、さよなら。